おはようございます。4月3日水曜日の東京インフォメーションです。東京都は都民・事業者向け支援情報サイト東京支援ナビを新たに開設しました。東京支援ナビは都のさまざまな分野の支援情報を開設時点でおよそ800件掲載して、都民、事業者それぞれに合わせた支援情報を簡単に検索することができるサイトです。都民向け、事業者向けどちらもトップページにはアクセス数が多い支援やカテゴリーの一覧が掲載されています。また都民向けではカテゴリーやライフシーン、行政サービスの3分野からの選択とキーワード入力で絞り込み検索ができ、事業者向けでは行政サービス、事業ステージの2分野からの選択とキーワード入力で絞り込み検索ができます。都内10の区や市で都の支援による燃料電池ごみ収集車の導入が始まりました。都の支援による燃料電池ごみ収集車の導入、1台目は千代田区に納車され、先月28日には運用開始にあたっての出発式が行われました。千代田区ではおよそ1年半の間、区が設定した走行ルートに基づいて可燃ごみを収集します。都は今後国産の燃料電池ごみ収集車について試験利用を希望する区市町村に対して一定期間無償貸与することを通して早期の燃料電池ごみ収集車の量産化の促進や水素社会の実現を目指してさらなる水素需要の拡大に取り組んでいくとしています。都は日本語を母語としない外国人に向けた感染対策ガイドブックと医療機関受診のための多言語ガイドを作成しました。優しい日本語版、高齢者・障害者施設向け感染症対策ガイドブックは感染対策の基本だけを分かりやすく説明し、介護などの現場以外でも活用できるよう作られました。振り仮名付きで一目見ただけで内容が理解できるようイラストも多用しています。東京を訪れる外国人の方へ、医療機関受診のための多言語ガイドは5つの言語と優しい日本語で作成されています。また外国語対応も可能な相談窓口などを掲載しています。どちらも保健医療局のホームページからダウンロードできます。東京都は東京住まいの就活ガイドブックを作成しました。東京住まいの就活ガイドブックを作成したというお知らせでございます。空き家になるのをどうやって防ぐのか、大切な住まいをどうやって引き継いでいくのか、ぜひ早いうちから考えてご家族で話し合っておく、そういったことが必要でございます。東京住まいの就活ガイドブックは家財整理の進め方やいざという時に役立つ関連制度について、そして都が設置している相談窓口などの情報を紹介しています。合わせて家財整理の状況チェックリストや住まい・土地の現状把握ノートなどを掲載しています。
都庁第一、第二本庁舎の案内コーナーや都内区市町村の窓口などで配布しているほか、住宅政策本部のホームページで見ることができます。今日お伝えした内容は番組のホームページにアップしていますのでご活用ください。ここまで東京インフォメーションでした。